それで師匠はどう思う？筋は悪くなかろう。鍛えればお前を超えるやもしれんな。それは言い過ぎであろう。しかしやはり。で、どうする腹はすでに決まっている。さて、今のうちに準備を。あれ、ヨンナル先輩。おはようございます。早いね、珍しく。ようやく来たな。よし、行くぞ。え？ちょっと先輩、いきなり何ですか？黙れ、来ればわかる。そんな、話してください。行っちゃった。まあ、いつものことだし。男、そうだね。先輩、そろそろ教えてほしいんですけど、今日は何を？そう慌てるな。確かこの辺にいた。あれを見ろ。なんで子供が学校の中に？あのお兄ちゃんに忘れ物届けに来たの。そしたら迷っちゃったの。どうやら迷子のようだな。どうする、ウェインよ。どうって、先生に連絡して保護してもらうしか。バカ者、今目の前で子供が困っているのだぞ。それを見捨てて人任せにしようなど、貴様それでも男か？そんなこと言われても。そもそも学園の中に子供がいることがおかしい。ごてこはいい。俺様が聞きたいのは一つ、子供を助ける気があるのかないのか。ありますけど。ならば迷うことはあるまい。さて、まずはどこかで情報を集めないとな。それでしたら校庭で話を聞けばいいと思います。え、なんで？子供にしてはいいアイデアだな。早速向かうか。なんか怪しいんだよな。ここにお兄ちゃんはいる？いない。そうか、そりゃ困ったな。全然困った顔じゃないですけど。そんなことはないぞ。それよりそろそろ時間のはずだが。時間？こっちの話だ。さあほら、誰か来たぞ。すいません。どうした、遅かったではないか。補習が長引いちゃって。言い訳は後で聞こう。それよりさ。ああ、そうでしたね。そう、それどころじゃなくて大変なんですよ。学園に指名手配中の凶悪犯が忍び込んだんです。何？しかも人質を連れて逃亡中だと。さらに私のお兄ちゃんがその人質なんですね。ああ、もうどこから突っ込めばいいのか。突っ込みなど後回しだ。凶悪犯を追わなくては。さあさあ。私は危ないからここで待ってますね。騙すならもうちょっと気を使ってくれても。何か言ったか？もういいです。
けたぞ。あれが凶悪犯に違いあるまい。うわっ、もう来たか。おのれ、なぜここがわかった？待て待て、犯人は俺だ。お前は人質役。あれ、そうだっけ。でももう叫んじゃったよ。しょうがないな。じゃあこのままで行くか。グダグダですね。どう見てもうちの生徒だし。それは犯人は学園の生徒に変装しているのだ。なかなかの知能犯だな。いいですよ、今さらもっともらしい理由つけなくても。さあ、おとなしく人質を解放しろ、さもなくば。力づくか。それもいいだろう。言っておくが、俺は強いぞ。お前ノリノリだな。さては犯人役やりたかったんだろう。さあブエインよ、人質を救出するのだ。わかりました。ここまで来たら最後まで付き合います。してくれるんじゃなかったのか。成り行き冗談。それよりほら早く逃げろ。まったくもう。うわあ、こいつはかなわねえ。お助け。ほらお前も。あっと、そうか、助かりました。それで僕の弟は。弟じゃなくて妹さんでしたけど。あ、ごめんごめん、今のなしで。で僕の妹は。向こうで貴様の帰りを待っているぞ。早く迎えに行ってやれ。はい、ありがとうございます。あ、それと今回の謝礼の件ですけど。がめついやつだな。後でちゃんと渡す。はいはい。事件解決だな。いやー、よかったよかった。そうですね。だが実はお前に言わねばならぬことがある。今回の事件は全て俺様が仕組んだことだったのだ。それはとっくに分かってますけど。何の目的で？お前に気づかせてやろうと思ってな。で、どうだ？だから、何がですか？困っている人を助け、目の前の悪を倒す。この喜び、感動、興奮、どうだ？やりがいを感じないか？いや、バレバレだったからやらされてる感が。皆まで言うな。言わずとも俺様には見えている。お前の胸に灯った赤々と燃える正義の炎がな。さて、今日は帰るか。いやー、いいことをした後は気分がいいな。ちょ、先輩。訳がわからない。じゃーん、完成したよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上々の出来だろ。